はい、皆さんこんにちは。斉藤蛇蔵チャンネルのお時間がやってまいりました。 MC は私斉藤蛇蔵がお送りいたします。今日はですね、白鳳ちゃんを天狗にしたのはこの男という私の独自取材でお話をさせていただきます。大阪で開催中の大相撲春場所、横綱白鵬は取り組み後、定位置である東支度部屋の奥に戻ると、さも当然のごとく報道陣に背を向ける。身支度を終えて立ち去るまで一切無言。自ら問題発言をした上に、報道陣を八つ当たり気味に無視する横綱に、皆呆れ顔だ。今場所は中日を過ぎても取材拒否が続いています。30歳の誕生日だった3月11日は、被災地に対する談話も含め、さすがに口を開くのではないかと期待したのですが、もともと饒舌な人なのに、あの一件からすっかり意固地になってしまった。発端は今年1月、初場所千秋楽の翌朝に行われた恒例の一夜漬け会見。この場所で、故大鵬の記録を更新する幕内最多33回目の優勝を全勝で決めた白鵬は、取り直しとなった13日目の稀勢の里戦に自らこう切り出したのだ。自分が勝っていた。子供が見ても分かる相撲。もう少し緊張感を持ってやってほしい。子供以下扱いにされて激怒されたのは相撲協会の審判部。当日のビデオ担当だった錣山親方は、白鵬の右足の甲が先に土俵についていたと白鵬が負けていた可能性も示唆。翌日、師匠の宮城野親方が北の海理事長と伊勢ヶ浜審判部長に謝罪している。無言を貫いていた党の白鵬は1月31日、バラエティ番組スマステーションに生出演。多くの人々にご迷惑、ご心配をかけたと詫びの言葉を述べたが、審判部批判発言そのものを撤回したわけではなかった。協会関係者が語る。本来は審判部に直接詫びを入れるべきだし、それで済んだ話でもあった。ところが白鵬がバラエティ番組に出演、視聴者に釈明し、幕引きを図ろうとした。発言に重みがある横綱として、舌禍を反省している対応とはとても思えない。自ら撒いた種なのに、その後も騒動を報じたマスコミにイライラの矛先を向け続けている。スマステ出演後は、事態収束の機会を奪ってしまった。事態をややこしくした先輩は、番組に関わっている白鵬と仲良しの放送作家だと言われています。問題の人物は女性お笑いトリオ森三中の大島美幸と交際0日で結婚したことでも知られる売れっ子放送作家の鈴木治氏。かねてから白鵬と親交が深いことで知られ、スマステの構成を担当している。鈴木氏はスマステ出演の翌日に開催された少年相撲大会白鵬杯の総合プロデューサーも務めており、白鵬が主催する大会に騒動が飛び火しないよう、鈴木氏が前日に自分が手掛ける番組で謝罪の場を設けたとみられています。大会では事前に審判部批判に関する質問は NG とされた。当日の白鵬のインタビューに同席していたのも鈴木氏でした。また白鵬が審判部批判発言を行う数時間前まで一緒に通院していたのがこの鈴木氏をはじめとした審判たちだった。宮城野部屋関係者が打ち明ける。横綱は東京場所の千秋楽の夜、錦糸町のカラオケ付き個室ダイニングで打ち上げをするのが恒例。白鵬一派の力士に加え、鈴木氏や若手芸人たちが常連メンバーです。あの日も白鵬は周囲から大いに持ち上げられ、酒も抜けきらぬまま1時間も遅刻してきた一夜明け会見で、大記録を達成した横綱に相応しくない問題発言をしてしまった。横綱の自業自得ではあるが、ご機嫌取りばかりする取り巻きも悪い。2月9日、白鵬はやはり鈴木氏が構成を手掛けるバラエティ番組、スマップスマップに夫婦で出演。厳しい意見は一切なしで、スターからチヤホヤされるのはさぞかし心地よかっただろう。鈴木氏は白鵬が所属する宮城野部屋直伝という触れ込みで、ちゃんこや鈴木ちゃんなる店までプロデュースしている。店舗の外壁には白鵬ちゃんの土俵入りが描かれ、使用されている米は北海道で作られる横綱白鵬米。白鵬が勝った日には一品無料サービスがつくなど、まさに白鵬尽くしの店である。春場所真っ最中の某日、トークイベント後の鈴木氏に白鵬について取材を申し込んだが、マネージャーを通してください。事務所は特にお話しすることはございません。ご取材もご遠慮させていただきます。と書面で回答するのみだった。白鵬を天狗にした男がもう一人いる。白鵬のメディア出演を取り仕切っている元力士、幕下2代目工房の近藤氏だ。横綱は本業を取材する番記者は無視し、ギャラが発生するテレビ出演ではニコニコしている。以前はそんな人じゃなかったんですが、
白鵬の付け人頭だった近藤氏は角界を揺るがす八百長疑惑が火を吹いた11年、中本と疑われ特別調査委員会の事情聴取を受けた。本人は関与を否定したが、後に引退届を出して受理された。ところが近藤氏はいつの間にか白鵬の個人マネージャーとなり、白鵬や一部力士のテレビ出演などの窓口役をしています。近藤氏は前日の鈴木氏とともに関係が深いようで、例のちゃんこ屋の経営にも携わっており、同所在地に近藤氏が社長のマネージメント会社が設立されている。これをオフィス根性という会社である。よかたの鈴木氏はともかく、近藤氏は元力士。最近の白鵬の言動が各界内でどう受け取られているか、理解できないはずがないのに、彼は自分の利益になる行動しかしていない。横綱はタレントではない。そもそも引退した経緯からして、近藤氏が横綱のそばをうろちょろしていることを苦々しく思っている親方衆は多い。近藤氏の携帯電話に連絡を取ったところ、この番号を誰に聞いたのか、それを答えないなら取材には応じないとマネージャーらしからぬ対応の末、一方的に通話を打ち切った。もっとも白鵬を裸の王様にしてしまった最大の原因は、師匠である宮城の親方にあるだろう。師匠が厳しく指導してこなかった結果です。大鵬さんの優勝記録に並んだときは、私が育てられたというより、私が育てられたと言い出す始末で、白鵬も今や裏ではあのバカ呼ばわりして下に見ています。今の宮城の親方は、白鵬が15歳で来日した当時、最後まで所属が決まらず、帰国寸前だったところを引き取った恩人のはず。でも優勝回数を重ねるうちに、師匠に対する感謝の言葉が出ることはなくなり、各界の父として引き合いに出されるのは常に大鵬さんでした。その大鵬をよく知る人物が白鵬に苦言を呈する。かつて大鵬さんは誤診によって連勝が45で止まってしまったとき、そういう相撲をした自分が悪いと一切不満を口にしなかった。これぞ大横綱の凄みでしょう。優勝記録が視野に入ってから白鵬は頻繁に大鵬さんの名前を出してきましたが、本当に大鵬さんを心から尊敬しているのであれば、あんな審判部批判は出ないはずです。偉業を成し遂げ、今も前人未到の道を歩み続ける白鵬は、記録の上では確かに大横綱だ。だが輝かしい実績と反比例するかのように、周囲の評価は地に落ち始めている。ということでございます。手短にお話しさせていただきました。さてさて今日は何ですか。大相撲4日目、なんですね。私はちょっとね、今、私の、教室のですね、学生がですね、卒業研究の発表をしなくてはいけないということで、バタバタしてまして、指導教官である私はですね、ちょっとそこにですね、今、力をですね集中しています。まあ何としてでもですね、弟子は卒業させないと、私の、メンツに関わってきますんで、ちょっとね、昨日は休場してしまいまして、不先輩ということでご勘弁ください。どっかのねお相撲さんみたく後遺症があってね、後遺症が怖くて休場しますというのではないわけですから、ちょっとご勘弁をいただけたらと思います。あれですね、ひどいですね、話を聞いたら。何ですか、ボロボロもうみんな負けてガタガタで、役力士が全勝が4日目で誰もいない、大関の貴景勝に至っては4連敗してるって、なんだかもう横綱昇進どころか来場所今度角番になるんじゃないのっていう、まあなんか朝乃山もなんか勝ってはいるけどもなんか弱々しい、正代に至ってはいつ足首痛いって言い出すかわからないとか、まあ、他の三役人もあれですよね、もう当たり前のように、ダメダメなんでしょ。まあこういう時期ですからね、まあろくに稽古してなかったんじゃないですか、みんな。これも、なんか重量なんか、私の嫁に聞きましたけど、なんか重量なんか何番かしかやってないって言ってましたね。8番だか9番ぐらいしかないんだよって僕の嫁が言ってましたが、本当なんですか、重量そんなもんしかいないんですか。まあ、確かにそうですね、あれだけ休んじゃったらいないですよね。とりあえず平幕力士、幕の内力士はそれなりに揃えていて18番ぐらいやってるみたいですけど、なんだかもう悲惨というか惨劇を見てるかのようだというふうに聞いています。まあやらない方が良かったんじゃないですか。
ねえ、瀬戸内さんね、そう思いません？これやるべきじゃなかったんじゃないですか、通常的に考えて。で、どうやらなんだか、あの相撲協会ちゃん、あれなんだそうですね。あの、今日からなんかチケットの払い戻しをやるとか。遅いんじゃないですか、対応がね、後手後手で。まあ、一都三県、または他のね、府県でも、緊急事態宣言ですか、の要請をしているということで、徐々に緊急事態宣言をする自治体が増えてくるのではないでしょうか。そうしますとですね、さすがにですね、何も東京の両国まで相撲を見に行こうって言って、それは外出自粛ということでいけないよと。まあ、国のね、命令があっていけないのに、チケットの払い戻しをしないという。まあ、それはお客さん怒りますよね。怒ると思う。僕だったら怒るもん。まあ、何ですか、相撲を擁護する方たちはね、相撲協会に寄付したものだと思いなさいなんて。別にね、創価学会や日研修じゃないですからね、お布施お布施でお金をあげてるってそんな人いないですからね。まあ、でも相撲関係者ね、相撲協会の中の人というのは非常に新興宗教に染まっている方が多いですから、お布施だとかっていうのは当たり前だと思ってるんでしょうね。自分たちもご主義っていうね、領収書切らないものをいっぱいもらいますから。まあ、なぜですね、場所をやらなきゃならないかというと、やはり谷町筋だったんでしょうね。まあ、お金ですよ。まあ、NHK の放映権料も欲しかった、谷町からのご主義も欲しかった。あとはあれでしょうね、吸い取られている側、あっちの方の人たちですよ。あっちの方の人たちが相撲に刺さりついてますでしょ。ですからそっちにお金を渡さないといろいろ被害が大きくなる。まあ、何をやられるかわからないっていう怖さもあるんでしょう。それとあとあれでしょうね、まあ政治家でしょうね、政治屋さんでしょうね。政治屋さんが今回東京オリンピックやらなきゃならないと、やらなきゃヤクザに殺されるっていうことですから、まあ、どうしてもやると言い張ってますから、その何でしょうね、まあ露払い的なもので、相撲をやれという指示が出ていたのかもしれませんね。でもどうでしょうね、中日ぐらいでもしかしたら途中で中断するかもしれません。というのは相撲協会ちゃんはあれでしょ、貴景勝のあれだったんじゃないですか、横綱昇進を多少期待してたんじゃないですか、日本人横綱ということで。ところが何ですか、初日から4連敗しちゃったということで、これはもう横綱昇進絶望的というか、まず質問を問いかける方がおかしいってなっちゃいますからね。昇進は難しいだろうということで、まあ、早く興行を打ち切りたいという部分もあると思います。ただ興行を打ち切った場合、お相撲さんたちの成績はどうなるのかというと、まあ、ノーカウントでしょうね。サスペンデッドゲームじゃないですかね。まあ、そうそうそう、姉ちゃん見てるか、姉ちゃん見てるか、弟は頑張ってるぞ、姉ちゃんね、相撲はね、こんなもんですよ多分。途中で打ち切るでしょうね。まあ、ただ人たちのことですから、15日間無理やり、もう婦女暴行のように無理やりやってですね、その後そ知らぬ顔ってやってますけども、いいですか、今日が良かったからいいんじゃないんですよ。陽性患者が出る場合は、千秋楽が、24日ですね。24日ですから、そこからまた2週間見なきゃならないです。約そうすると2月の7日ぐらいまで見てなきゃならないですね。2月の7日までお客様に何もなければ、まあ相撲協会ちゃんの方は良かったねと終わるんでしょうけども、まあそれはそれ以前にですよ、相撲協会の中のね、協会員がね、陽性患者が出るとなると、それはもう他の問題になりますけどね。自分たちの自己管理ができてないっていう、企業としてというか団体としてのガバナンスができていないという人たちだと思いますんで、そこはもっとね、叩くべきだと思うんですけれども、まあそこまで行って初めてね、興行が終わったというふうに言えるのに、まあ今日昨日今日が良かったから、まあ良かったじゃないかって言っているのもいかがなものかと思いますし、お客様ね、改めて思いますでしょ、勉強って大事なんですよ。なぜ学校に行って勉強するのか、ね、学校でお勉強するというのは数学だとか化学だとか物理だとかですね、国語を習う、社会を習う、歴史を習う、世界史を習うね、公民を習う、まあ、道徳を習うとかってなりますけども、
まあ知性と教養、まあ、とまでは言いませんけども常識、良識とまでは言いません、常識というものを社会生活で学ぶという場所が学校なんですね。で、その学校がろくでもない学校に行ってしまうと意味がない。またはですね、お相撲さんの場合中卒がほとんどでしょう。まあ高卒もいる、まあでも相撲しか取ったことない、まあ、大卒もいる、相撲で大学行ってるでしょ、勉強で大学行ったんじゃないから。だから脳みそがですね、筋肉以前の前にですね脂肪でできちゃうんですよ。それと相撲不安の方というのは高齢の方が多いですね。高齢者の方が何ですか、ここ最近の場所で見てもね、大体お客さんっていうのは、若い方いませんでしょ。大体高齢の方ね、どうももう社会とつながりがないという方が多いですね。ああいう方たちというのは前頭葉が萎縮してるんです。ですから人の言うことが聞けないんです、理解できないんです。そして人間最後はわがままな言葉ばかり言うんですね、白鵬ちゃんみたいに。それとなぜ相撲を開くかというと、彼らはまず基本的に人の言うことを聞かない連中ですね。人の言うことを聞かない連中が興行をする、そこに集まる客、人の言うことを聞かない興行に集まる客が人の言うことを聞くわけがないんです。彼らには家族がいるのか、普通お客様、観客の中で見ている人がいる、普通家族がいたら止めますよ、やめてくれって、今テレビに映るから、近所の手前があるからやめてくれって。でも言うことを聞かないんだね、言うことが聞けない。だからきっと前頭葉が萎縮して言っている側、まあ受け手として前頭葉が萎縮していると相手の言っていることが理解できないんですね。まあそういうですね、脳科学の話もしながらですね、お相撲の、開催側、そして見ている側のアホさ加減をまた解説していけたらと思います。そうですね、あと何ですか。まあそのうちね、白鵬ちゃんの63連勝が、どれだけ八百長があったかっていうね、解明もしていったら面白いですよね。これも八百長だった、これも八百長だったというですね、本当はね、なんだろう、お時間とね、お手すきがあればね、私の教室に来てもらってね、全部ね、証拠動画を見ながらね、講義してもいいんですよ。白鵬ちゃんは八百長だって、ね、そういうふうに言ってみて、お相撲が八百長だって、ね、事実、ここ何場所か、どうしましょう。ここ数年ぐらいの千秋楽をもとにして、八百長というものをすべてピックアップしていきましょうか、各場所ごとに。それもどうでしょう、お客様興味があればいいんですけどもね。ただね、私もね、過去の場所全部、千秋楽を調査して統計学上取ってますけども、全くね、全くないとは言いませんけども、そういうね場面が少ない場所もありました。というのは千秋楽と14日目だけをピックアップしちゃうと、先に13日目の給金もらう日ですよね、給金もらう日に早々と決めてしまうお相撲さんが出てきたんですよ、2011年の八百長がバレてから。なぜかというと千秋楽におかしいっていうね、発表する方が多く出てきてしまった、ということでね、彼らもね警戒するようになった。ただ私はですね、全然ねこれね反響がなかったんですけども、大相撲八百長のね誘導要因っていうね論文を書かせていただいてます。これはきちんと計算式も載せてます、公式として作ってます。これをね全部聞いて、もう多分ね10回15回ぐらいの配信になっちゃうと思うんですけども、それを聞いていただくと、ああそういうことなんだなっていうふうに思っていただけると思うんですが、ただどうも一度ね、序章ね、サーマリーの部分をお話しさせていただいたことがあったんです、ホワイトボードで。ただどうもあまり反響が良くなかったんでちょっと控えているんですけども、ただね、あれはね高等数学がわからないと解けない話なんですよ、正直言って。ただの数学、数1、数2ぐらいが分かっていてもちょっとわからない、解けないんですよね。高等数学、線形代数とかが解けないとわからない。ですからあんまりね、二流の学校だとちょっとわからないかもしれないということで、まあちょっと控えているんですが、おっと、
お話が過ぎちゃいましたね。これ以上話すと私も殺されるかもしれません。あ、ちなみに私ね、以前相撲のね取材を続けていた時にね、あのヤクザにね監禁されたことあるんですよ僕。以前ね、うん、あの某弁護士がね助けに来てくれてね、あの救出していただきましたけどもね、あの危うくね殺されるとこだった。本当に本当に。あの時のヤクザ屋さん、あの時のヤーさん元気かな、生きてんのかな、あの人たちね、よく分かりませんけども、まあね、ヤクザに監禁されたこともあるこの斉藤蛇蔵がですね、まあこういうですね、各界のですね、各界浄化キャンペーンなんてこうやってるわけですけども、各界浄化じゃないですね、あの相撲協会民営化キャンペーンですよね、うん、まあそうしましょう。まあ何度もお話しますけどもね、お金の面、そして、ガバナンス、コンプライアンス、そういう部分のことところでですね、この団体がですね公益財団法人というものをですね持っていていいのか、まあこうやってずっとね私もね、あの YouTube バンされながら、まあ、シーズン5までやってまいりましたけども、まあお聞きいただければ、ちょっとこの団体公益財団法人持ってるのおかしいんじゃないのかなと思う方が増えてきているのかな、減っているのかな、まあここは過疎地ですからね、たまたまご縁があって来ていただいた方がまあ喜んでいただければいいだけの話です。ですからこのような団体に公益財団法人は不必要だ、公益を返上せよ、公益を剥奪せよということで、私は、キャンペーンを繰り広げていきますので、まあご支援とご支持をいただける、まあ別にお金くださいとは言いませんね、私はどっかの誰かと違いますから、お金ちょうだいとかそういうことは言いませんけども、まあ話を聞いていただけたらいいんじゃないですか、暇つぶしでね、あくまでもこれラジオですからね、こんな画面ずっと見せてダメですよね。ということで、斉藤蛇蔵チャンネル、今日の講義はこれにて終了。各自解散、予習復習をして戻ってきたい方はどうぞ戻ってきてください。戻ってきたくない方、もう二度と見たくない方、本当に来なくて結構です。誰もお願いしていません。ということで、また私が殺されずに、ヤクザに監禁されずに生きていたらお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。白鵬は八百長だったっけ？白鵬ちゃんは八百長だ。